ニューロマンティックが一番最初に買ったレコードだったんで、で、それは今回ね、あの曲順で聴けて、すごい本当にあれはすごい考えられてますよね。あのね、割とその偏った選曲がいいんじゃないかっていう話にちょっとなったところもあって、ああ、逆に偏はいはった方がいい。いはいはい、なんかいろいろ聞かせようよっていうより、もっとなんか偏ったものの方がいいんじゃないかっていうことで、割と今回こういう選曲になって、割となんかニューロマンティックからちょっと多いじゃないですか。大体たとえ、まあ、1曲目の「グラス」がでも入ってなかったりとか、そうそう、それが意外で、そうそう、やっぱそうですあよりえね。ますよね、普通ね。でも「あのスクラブソート」から流れがすっごい自然で、だからコネクションが、だから今までそんなにグッときてなかったの、今回すげえ、これやっぱこんなにいい曲なんだって、あの流れで聴くとっていう、だから今日はね、それだけを言いに来ました。あれはグラスってすじゃごい、気に入ってましたよね。それ外したのなんか意図があったんあ、グラスですか？あれなんか大好きっグて言ってラましたス好よ。きですけど、なんでだろう、やっぱり流れですよれね。で考えたって、だと思って。外したのかな。そうなんだ、入ってなかったっけ。今気づいた。甘いやつにはね、入ってますね。でもまあ多分流れも考えて多分入ってなかったと思うんですけど、でもまあニューロマンチックの曲多分一番多いですよね。でもワイルド&ムーディーも多いですね。ああ、そっか。いや、もう本当流れが、だから、これ瀬原さんきっとこれをね、ベスト版じゃなくて、もうアルバム、自分のアルバムとして多分作ってやったんだなっていう思いましたね。その点についていかがですか？偏ったものでいいっていうことだったんで、あんまりそのなんていうんですかね、こういうのも好きな人いるから、こういうのも入れようよとかじゃなバくランて、スじゃなくて、まあ偏ったバランスっていうか、それでいいっていうこと、逆にそれがいいっていうことになったので、まあそういう選曲になったっていうことですね。他にはあります？選曲のポイント、偏ってていいっていうのと。ポイントね、なんだろうな。例えばなんかあんまり知られてなかったけど、今聞くとこのいい曲にもう一度スポット当てたいとかっていうのは。それもね、そんなに意外なものっていうのもそんなになくて、まあ単純にもう子供の時いっぱい聞いたものをまず持ってきて、で流れでいるものいらないものっていうのをこうやって選んでいったっていう感じですね。で、僕もニューロマンティックが、まあでもユキロさんの楽曲に求めるものって一つじゃないじゃないですか。いろんなことを求確めかに。ますから、だから一番何って言われるとすそうごないんで難すよしいんだね。けど、そう、日本語で歌ってるそうですね、そ時期れものある良さし。もあるじゃないですか。フラッシュバックとか確かね、に。すごくいいと思うんだけど、だからその求めるものは一個じゃないんだけど、まあその偏った中でいい感じのものを選んだっていうでも、ことですね。年代順にはなってるじゃないです一か。応年代順になってそた方れががいいかすっごい妙だなと思って、な。でも、アルバムの中での曲順は前後してたりとかするああ、じゃそうないですね。ですか。だからすげえと思っそこて。ね、そこはちょっと悩んだところで、それ前後するのいいのかなって。でもやっぱりこう聞いて、流いや、れで聞いたときに、やっぱりこれ入れ替わった方がいいなっていうところもちょっとあったから、まあそれはそういうふうにしたんですけあと曲感も感動しました。ど。あ、そうですか。つなぎっていうか、 曲感ね。DJ っぽいっていうわけじゃないんだけど、なんかこれ絶対計算されてる、まあ、当たり前だったんですけどね。曲感、まあそうね、まあすごいこだわってるっていうわけじゃないけど、まあ自分のその間の感覚ってやっぱり
間が空いてたとこがいいのもあるし、うん、あの詰まってたとこ、うん、方がいいところもあるし、あとね僕ねあのこれを言おうと思ってたんだけど、一番最後の曲の最後の余白を結構 どのマスタリングやるときもいつも長いんですよ。でこれ理由があって、CD かけて終わるじゃないですか、うん、で曲が終わった途端にビーって CD プレイヤー止まるとこの野郎と思うんですよねなんかもうズバッて切られた感じで、だからちょっと置いて止まる、止まってほしいっていう、まあどうでもいい話かそれはでもなんかあのいつもちょっと一番最後の曲の後ろがちょっと僕は長めが多いですね、うん、今回あれですよね、あフェードアウトだったと思ったら、フェードアウトの割と終わってしばらく余韻がありますね。はいはい、はい、そうなんです、そうなんです、あここまであったんだとかね、あそういうわけじゃなくて、まあ多分余白を僕が作って、あそう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 、あ、ね、そうしてる、そういう理由だったんですね、毎回どんなものをやるときもそれあのやってるんですけど、なんか本当カセさっきも言ったんですけど、カセットで買ってたんで当時全然聞こえなかったから、やっぱ本当にこんなにワイドがあったんだとか、あのその左右のその広さは割と加工してちょっと広げてるところはあるし、 あとまあ上下ももちろんそうなんですけど、ただ録音のそのポテンシャルが低いとそれいくらやってもやっぱないものは広がんないし、それ上下も全く同じで、やっぱりそれなりのそのレコーディング の, そのプロダクションのクオリティがやっぱりないとそうできないんですよね。はいはい、マスター開けてみて分かったこととかありますか？マスター開けて分かったこと、まあいっぱいあります、いっぱいあります、それは、あこれベース、これがベースかと思ったら、この下にもまだ実はちょっと低い音入ってたんだみたいなのとかね、それ言い出したらまあ切りないんですけど、やっぱちゃんともう本当にあの何でしょう、クオリティは素晴らしいものだっていう、いや素晴らしいものです、まあ本人も素晴らしいしスタッフも素晴らしいし、もう本当にあの最高のチームでやったレコーディングだっていうのが本当に非常によくわかります、それはまあリマスターする人のなんか特権というか醍醐味ですよね。そうですね、だからまあ本当に当時の、まあ、ゆきろさん本人もそうだし、当時 の, そのレコーディングのスタッフには本当にあのリスペクトしたくなるような、うん、その本当にそういうクオリティー、キックはとにかくあんなにふくよかだったんだな、うん、キックはねすごい太かった、 EQ で上げると結構やっぱりボーって低いところがちゃんといるんですね、 いるから上がってくるんですよ、ないないと上げても上がってこない、ね、ちゃんとそれ取られてたて、そういうことですね、プロデューサーとしての特徴はあのまあ僕はやっぱそのまずドラムを聴いちゃうんですけどね、うん、あのやっぱドラムがやっぱすごく、なんであんなにソリッドにいつもどんな曲調のね歌謡曲ポップスでもなんか全然違うあのニューウェーブでもなんかああいう風にソリッドに聴けるのって、なんかそういうさっき砂田さんが言ったようななんか音の配置の妙っていうか、だから すごいドラムの音色だけじゃなくて、なんか本当それこそデザインされてるような、だからどの曲を聴いてもあのやっぱ音の立体感っていうのが、あの感じますね。皆さんはどうでしょう、プロデューサーとしてなんか選曲したものを聴いてからの共通項目とかありますか？どうなんだろう、まあいろいろパターンあると思うんですけどね、なんかでもヨーロッパのニューウェーブっぽい感じの
スタイルが多いのかな。それはありますよね。細野さんとはそこはだいぶ違う感じがしますね。細野さんやっぱりもうちょっとアメリカの影響とかの方が大きいかなと思うんですけど、あとなんかこう自分のレコーディングよりもある意味その実験っぽいことをとりあえずやってみようっていう実験を実は外で結構そのドラムの音色なんかにしてもやってて、もうなんか自分のソロでやるときはある程度もう確立してる状態になってる感じがしたかな。だから実験は結構外で実はやいろんなところでやってたのかなっていうふうに思ったりもしますね。ラジノは特にそれが強く現れてますね。あ、そっか、僕逆だと思って軸や、あ、自分のが後だったんですね。後っていうかなんかそういうところでいろいろその試したものをある程度完成させて自分のところにそのソロとかに YMO とかにフィードバックさせてる感じがしたけどな、これ本当に今通して聞くとすごい気がつくこといっぱいありますね。ありますね、ありますね、あの早いなとか、そう早い曲多いですね。自生機と同じ音色を使ってる人とかもありますよね。そういうのありますよね、ありますよね。ビートニクスのファーストのやつとか、はいはい、ありますね。ドラムのやつ、あ、だからあ、でもそっちが実験が先だったんですね。どっちが先なのか分かんないですけど、時期的にほぼ同時期なんですね。同時期でしょうね。そこはすごい、でも本当にファンとしては面白かったですね。ああ、わあ、この音色ここで使ってる、プロデュースも癖強くないですか。例えば大村健二さんのマップスとかでほぼ幸宏さんじゃないですか。まあそうですね、そうですね、基本的にやっぱり癖が強いというか、あの一般的なイメージとは割と離れて意外に癖が強いっていう、とこありますかね。何にしても、まあ、そうですね、癖は強いし、まあ、マップスとかはライブで、ね、ワイモンのライブでもやってたし、ね、まあ、レディオジャンクとかもそうだけど、まあ、癖強いですよ、ワイモン3人とも癖強いですよ。細野さんと坂本さんに関しては割と、なんか強めだっていうのは世間的にバレてると思うんですね。あ、そうですね、そうですね。まあ、ゆきろさんはあとあんまりまとまった感じののが今までそんなになかったっていうのもちょっとあるかもしれないですけどね。そういう意味ではこれ画期的な2枚組ですよね。あんまりまだったかなっていう。ドラムワークスとしてもう本当に十分ね、ゆきろさんなんかね、ドラムワークスも実はちょっとかあったんですよ、考えが。清水健太の失恋レストラン、あ、あれ失恋レストランからゆきろさんなんですか。失恋レストランにゆきろさん、スタイリングだけじゃなかった、スタイリングもゆきろさんです、矢沢永吉さんのあれもそうですよね。あ、時間よ止まれ、そうですね。だからドラムいっぱいあるんですよ。ちょっとドラムやっちゃうとキリないなっていうことで、そう、あの今回はあのプロデュースとか作曲に絞ってやったんですけど、